どうも、天心でした。今回はね、武器ランキングとなっております。では、やっていきましょう。シーズン20ですね。ではでは。まず、キャラランキングと同じで、S、A、B、C ぐらいの分かれていて、S がこれ持っとけばとりあえず安心かなっていう感じで、A は強い、B は普通、C はなるべく持ちたくないなみたいな感じですね。最初に言っとくと、このランキングはあれだね、ソロランクで使うといいよって武器なんで、フルパでやってる人たちとはちょっと違うかなって感じはします。あーでも同じか、ちょっとわかんないけど。まず一つ目はエルスターかな。エルスターね、なんかバレル削除っていうね、謎の弱体化入ったんですけど、そんなにね気にならなかったね。そもそも俺が使い方があれだよね、近距離で使う感じだったから、そんなに影響ないかなって感じはしたんですけど、うん、なんか腰打ちがさ当たるようになってる気がするんだよな。そんな強化一切入ってなかったんだけど、実はサイレントで入ってんのかなって思うぐらいには当たるようになったのと、シーズン20になってアーマーの、なんだろう、アーマー値を育てるときにダメージとか以外にその進化キャッシュみたいなのを回収しないといけなくなっちゃったこともあって、そのアーマーが弱くなったんですよ。だいたい最終盤で紫がいたりするレベルでアーマーを育てるのは難しくなったんですけど、その中エルスターは17ダメージっていうダメージ値は一切変わってないから、青アーマーとか、あれだよね、中盤とかだよね、序中盤とかの敵に対して、11発とかで敵が倒せちゃうと。そう、だからそういうこともあって、威力高い系がめちゃくちゃね、強いかなって感じはしてます、自分は。だから、エルスターは S ランクですね。本当に強くなった。腰打ちも、なんだろう、他武器と違って、かなりね、弱体化とかも入ってないし、これがやったら全然、いきなり腰打ちから始めても全然問題ないかなっていう感じもするんで、マジで強いね。この赤アーマー状態の敵がいることがほぼいなくなったんで、そういうところがかなり優秀に感じましたね。まあ、何よりあとあれだよね、弾無限だから近距離戦闘がめちゃくちゃ安定します。でプラスそのサブマシンガンがデジタルスレッドが乗んなくなっちゃったので、そのわざわざ救急とか持つ必要がなくなったってのもありますね。でしかもダメージも減ってるし、なんなら救急の弱体化 もうひどすぎてもう使い物になんないみたいな、そういうレベルの武器になったので、エルスターでいいのかなと思います。デジタルスレッド乗せるんだったらハンドガン系統か、まあ、ショットガン持たないといけないんでね。で次はハボックだな。ハボックもね S だね。もうこいつはねちょっとやっぱ今キルタイム一番早くなったので、ターボチャージャーとかつけるともうやばいよね。弾速も本当に速いし、何よりなんだろう、まあ、弾数だよね。エルスターと違って弾数の制限はあるけど36発っていう、でもやっぱ18ダメージ ×36 っていうと648かなって言って、やっぱ他武器では絶対ありえないようなダメージ量、まあ、スピットファイヤーとかそういうの含めちゃったらちょっと難しいんだけど、でもそのダメージ量をがありつつキルタイムもマジで早いんでね、基本的に負けないと。で AR の使用上 ADS した後に腰打ちに移行すれば精度が上がるんで、これ AR とボルトしかない仕様なんですけど、こういう距離感でもまあまあまあやれなくはないかなっていう感じはするんで、悪くないかなっていう武器ですね。やっぱ弾速も速いからやろうと思えば中距離も打てますしね。まあ俺はおすすめしないけどな、あんまり強いって感じはしないんだよな、中距離打ちは。うん、それするんだったらヘムロックとかネメシスとか持った方がいいんじゃないって感じはします。強いんだけどね、強いんだけど、そうわざわざ持つ必要はないかなって感じはしますね。次はウィングマンかな。うん、ちょっとねこいつね、まあデジタルスレッドが乗んなくなっちゃったので、そこがバンガロールとかの相手にするときはちょっと難しくなってしまったんですけど、まあ、ダメージ量とかは一切変わっておらず、でブーステッドローダーはなくなっちゃったんだけど、まあ、やっぱ95、これぶっ壊れだよな。もうミニクレーバーみたいな感じですよね。ちょっとダメージが出すぎなんですよ。でしかもこの足の速度ね、うん、ADS 時の移動速度、腰打ちと全く同じかな。そうだから 100% の状態で動けるんで、そういうことも考えるとマジで強い武器ですね。これがやっぱ敵に来ると負けちゃうみたいな、それぐらい怖い武器だね。他武器と違ってマジで怖いんだよな。でその次はエヴァ8かな。エヴァ8も強いね。もう赤武器が基本的にぶっ壊れになるようになったのかな、調整されて。もうエヴァ8なんかもう練習速度おかしいもんな。うん、ハンマーポイントついてるから一発、これ8時ぐらい入んのかな、ちょっと見てみるか。48、48、こう、
あ、ハンマーポイントついた状態で56ってことかな。そんなにか。まあでもやっぱ連射速度が速いんで、敵に来るとやっぱ怖いなって感じがしますね。で、しかも、スライディングリロードが、確か2発になったかな。うん。まあ、使い勝手はすごくいいですよね。しかも反動もすごく減ってるんで、使い勝手がいいし、これもやっぱ敵として来ると、うわぁ、何に俺溶かされたんだと思っちゃうぐらいには、強い武器なのかなって感じはしますね。これは持って損はないというか、相手には絶対拾われたくないね。これ来たら負ける。そういう武器です。うん、本当に強い。1v1 はもう絶対負けないよな。やばいね。で、次は、ボセックだね。ボセック棒も強いんだよな。今は俺が使ってたと思うんだけど、ヘムロックとか、結構長物枠でね、使ってるんですけど、そういう武器から、そのボセックに行くことが結構多いですね。やっぱ一発70ダメージで、70ってことは、3発で210かな ?210 ダメージ出るんですけど、さっきも言った通り、アーマーが弱いんですよ。基本的にね。紫シールドが結構多いかな。で、たまになんか結構やべえやつが赤シールドだったりするんだけど、それ以外は基本70なんで、胴体3発当てるだけで大体倒せちゃうと。本当に強いね、それが。前じゃ考えられないような当て感というかさ、当て感じゃねえな。ダメージ量じゃないけどさ。本当に怖くなった。で、しかも音もしないし。え、俺どっから撃たれたみたいな。そういう武器になりましたね。今ちょっと弾数が70発ってのがちょっとね、微妙かなと思うんだけど、60発か。60発だったかな、確か。なんだけど、そこがちょっと微妙かなとは感じるんだけど、まあでもね、ちょっとね、60、あれは自分か。だいたい2部隊ぐらいは倒せるかなっていう武器になってますね。かなり強いです。で、次はクレーバー。クレーバーもね、やばいね。もうさっきも言った通りってやつだよね。アーマーが弱くなってからね、頭の189ってのがマジで重たくなったね。おー、189つって。これヘルメットついてないと210入るんで、即死しちゃうんですよ。240だっけ ?210 か。入っちゃうんで、そこがちょっと怖いかなっていう武器ではあるから、前と比べるとマジでクレーバーのワンチャン力は上がりましたね。うん。赤アーマーだった場合はね、だいたい40近く残るから、一応耐えられるみたいな感じなんだけど、紫だったりすると、189って食らったら、あと11じゃん。11って言うと、99とか何でもいいからね、あららって食らったら死んじゃうんですよ。そう、だからマジで怖くなったね、クレーバーが。で、これもちょっと持っとくべきかな。うん、持っとくと、すごく強い武器かなって感じがします。そう、前はね、俺ね、ソロランクじゃクレーバーなんて持たねえっていう感じだったんだよ。安定しねえしって思ってたんだけど、だから最近ね、安定する。当て方分かったね。うん。なんかまあ、コツっていうコツはないんだけど、なんか当たるようになった。俺はそう、ずっとね、クレーバー結構俺、使わず嫌いだったという感じだったんだけど、使ってみたら、あ、これ強えなーってなりましたね。結構、なんだろう。俺結構ソロチャンピオン取るんだけど、そういう時にクレーバー持ったりするね。ありがたいこいつ。そう、ダーンって打って、140と後ろのやつに112とか入った場合も、もう勝ちなんだよね、正直。貫通式なんだよね、スナイパー系統は基本的に。まあ、エルスターも貫通するんだけど。だけど本当に強いね。びっくりしちゃうぐらい強い。まあそう、赤武器が全部 S ランクに入るんだったんだよな。前までは俺結構クレーバーは C かなとかね、言ってたんだよ。そう、持たなくてもいいかなみたいな。ちょっと危ないし言ってたんだけど、持つべき武器って感じかな。うん。次は、トリプルテイクかな。トリプルテイク強いね。こいつはね、最近俺、結構前線張ることも増えたんで、取り手は持たなくなってしまったんですけど、でも、リピーターの弱体化っていうこともあって、一切弱体化入ってない武器ってトリプルテイクぐらいしかないと。ちょっとなんかね、俺こいつ当てづらいなーって感じる瞬間が多くなっちゃってすごい困ってるんですよね。なんか弾速が落ちてる気がするんだよな、今回のシーズンで。まあ多分、気のせいなのかもしんないんだけど、俺一応シーズン19の時にずーっと使ってたから、こんな違和感感じる武器だったっけなーみたいな。違和感感じるっていうか、違和感ある武器だったっけなーって感じはしちゃってるんだけど、なんかね、当てづらいんだよな。だ最近はちょっと俺ヘムロックの方が多いかな。使うことは。ヘムロックも弱体化入ったはずなのに強すぎるっていうね、結局強いっていう武器だったんですね。でもそう、トリプルテイクはやっぱり弾数がね減らなすぎる。
昔は3発消費だったからもう終わってたんですけど、一発消費になったプラス、過去一早いんですよ、この絞るのがね。まあ、絞りキッチンだとあんま強くないんだけど。これぐらいだね。うん、これぐらいで撃つと強いね。だいたい1段階ためぐらいで、だいたい70メートルぐらいの敵に対しては、42から63は出るんで、うん。そう、これぐらい距離感でも、1チャージ撃ちで、だいたい、すいませんね。1チャージ。あ、1チャージ。そう、42とか出るんで。で、42ダメージ入ってれば、まあ、基本的に倒せるみたいなところあるから、トリプルテイクはマジで安定するんじゃないかなっていう感じはしますね。で、結構やっぱ、星打ちの精度が弱体化入ってる時がすごく多いんで、その中でもトリプルテイクはね、星打ちで結構戦えることが多いと。近距離だったらもうショットガンだよね、完全に。全然ワンチャンあるんですよ。頭に入った日にはもう100いくつとか入るから、そういうところを考えると、まあ、こいつはやっぱ S ランクかなっていう武器ではありますね。次は、ヘムロック。さっきもね、ちょっと話題に上がってたんですけど、ヘムロックが本当に強い。まあ、こいつね、腰打ち精度の弱体化と、確か、ダメージが1減ったのかな ?21 から20になっちゃった。ちょっと難しいかなとは思っていたんですけど、まあ、全然そんなこともなく、防具、アーマーが弱くなったことによって、相対的に強いというか、特に気にならないところ多いですね。赤アーマーに対しては確かに弱体化入ったなって感じはするんだけど、紫アーマーに対してはもうほぼほぼ、差を感じない。しかも ADS の、だからあれだよね、反動の弱体化受けてないから今回確かね、星打ちの弱体化だった気がするんだよな。だから、普通に使い勝手はいいんですよ、すごく。リコイルもね、すごく簡単だし、敵に、なんだろう、しっかりこう当てに行く打ち方すれば、問題なく当たる武器ではあるんで、まあ、そういうところを考えていくと、ヘムロックありかなって感じがしますね。しかも腰打ちもね、弱体化入ったとはいえ、まあ、使えなくはないんでね、全然。他武器の、他の AR と比べたら全然マスクと思うんで、そういうところで考えると、めちゃくちゃ強いかなって感じがします。やっぱりあれだね、アーマー良くなったからこういうダメージ入っちゃうと相手死ぬんだよな、ちゃんと。本当に強い武器ですね。で、次はネメシスかな。ネメシスも強い。こいつもね、いい威力出るんですよ。いい威力出るんだけど、でもやっぱ、こいつのね、弱点が一つあって、そう、それだけ解決できれば、使いたいなぁとは思ってたんだけど、まあ、本当に弾消費がエグすぎる。そう、エルスターはさ、近距離でしか打たないから、別に弾消費怖くないんですよ。ヘムロックエルスターとかさ、トリテエルスターとかにすると、もう全然弾消費なくなるの。本当に打たねえから、エルスターは。なんだけど、ネメシスは撃てちゃうんだよ。そう、まっすぐ飛びすぎちゃって、ほんと撃てちゃうんだよね。基本的に。だからそういうところを考えると、ちょっとね、こいつはね、S ランクなんだけど、弾持ち面はもう C どころか D みたいな、そういうイメージ。本当に、弾消えるね。うん。まあ、でも弾速も速いしね、結構使い勝手もいいし、悪くはない武器なんですけど、弾持ちがマジでな、そう、バトラーは弾持ちが悪い武器は、あんまり使えないってところあるんでね。そう、昔は17ダメージで、威力も結構高かったんで、そういうところもあって、使えなくはないって武器だったというか、なんなら最強格だったんだけど、もう ADS の反動弱体化も受けて、プラス弾速も若干落ちつつ、で、威力も1下がってるとか考えると、S ランクだけど、まあ、つなぎかなって感じはしますね。そう、ヘムロックのつなぎかな。とりあえずこんなもんですかね。あんまり弱体化受けてない武器たちがやっぱ強かったなーって感じはします。じゃあ次やっていきましょう。A ランクです。S ランクは多分そんなもんかな。A ランクは、リピーターだね。うん、リピーター。弱体化入ったんだけど、弱体化入ってダメージが39ダメージ、あと57ダメージが53ダメージっていう弱体化を受けてしまったと。ヘッドショット倍率も若干下がったんだっけな。確か。2倍になったんだけど、2.1 倍が。確かそれぐらいの弱体化を受けたはずなんだけど。だから、前みたいにね、もうガンガン倒せるって武器ではないんですけど、あれはリロードか。リロードがデュアルシェルじゃなくなっちゃったから、リロードが遅いんですよ。うん。まあ、そういう弱体化も受けてしまったんだけど、でも強い。なぜなら相手のアーマーが弱いから。そう、相手のアーマーが基本的に弱いから、青とかしかいないから、やっぱこう、一発で39とかね、そういったダメージが入る武器は、やっぱ普通に強いなって感じがしますね。強いけど、やっぱ弱体化受けて S ランクではなくなったかなって感じはします。やっぱ42の時は強すぎたね。42と57の時は強すぎたなって感じはするし、星打ち精度も高い、プラス、
リロード速度も速すぎるみたいな武器だったから、そういうところがちょっと終わってたんだけど、まあ、今回からね、こうやって39、39、39ってなっちゃったんで、赤アーマーとかが来ると少し難しいかなっていう武器にはなった感じはします。まあ、だからこそ俺は持たない。いや、持たないっていうか、その S ランク武器になるためのつなぎとしては持つんだけど、でもだね、ちょっと難しいかな。まあ、弱くはないんだけどね。で次は、ロングボウかな。ロングボウ強いね。一発55ダメージ。そこが武器が弱体化入ったおかげでね、この55っていうのが結構強く感じます。ヘッドショットとかで106とか入ったりするんだけど、まあ、今77か。だけどそう、結構ヘルメットも持ってる人少ないから、89とかさ、106とか入ったりするんで、そういうところで結構相手のシールド一撃で割って、そのまま起点にして詰めるとかも可能になったので、かなり強いかなって感じがします。でもね、やっぱね、弾持ちが悪いんだ。ロングボウってさ、結構浮いてちゃうじゃん。もうバンバカバンバカ終わって。多分、スナイパー系統の中では一番速いよね、練習速度。そういうところもあって、ちょっとね、バトロワー向きではないかな。そう、ヘビーアモ時代、かなり昔なんだけど、あの時だったらまだいいんだけどさ、ちょっとね、ちょっとね、って感じはしますね。弱くはねんだけど、あとね、腰打ちが悪いから、そのサブマシンガンロングボウとかだったりすると、結構危なかったりする。俺はエルスターロングボウだから、弾無限だからさ、ロングボウに移行することがないから全然問題ないんですけど、だけど、サブマシンガンロングボウとかでやっちゃってる人は、サブマシンガン一丁で完結しないといけないみたいな場面が結構多くなっちゃうと思うんで、そこが難しいかなって感じはします。そのために俺はね、長物持つためにエルスターを俺持ってんだけど、って感じかな。次は、プラウラー。プラウラーも強いね。強いけど、やっぱ前ほど強くないなって感じはするのが、パッチノートを見ると分かるんだけど、サブマシンガン全体の弱体化っていうのが、まず弾速だね。そう、弾が当たりづらくなった。まあ、だから重力の影響を受けやすくなってしまったんですよ。弾速の低下があったと。で、連射速度。2つ目の行数に、連射速度の弱体化って書いてあるんだけど、その、連射速度の弱体化は受けてないのよ。プラウラー自体は。ボルトとかそういった他武器はあるらしいんだけど、そういうプラウラー自体はそういった弱体化は受けてません。じゃあ何が弱体化入ったかっていうと、その重力もそうなんだけど、ディレイだよね、ディレイ。撃った後のこの、わかる？ディレイ。ダララッ。ラグがあって、ダララみたいな。ディレイがあって、ダララって撃つ。この、これだよね。このラグが増えた。うん。0.04 秒増えたんですよ。で、たかが 0.04 秒じゃん。0.24 秒から 0.28 秒になったっていう、たかがそれだけじゃんって思うんだけど、まあ、これが結構でかいんだよね。どういうことか。3トリガーでちゃんと倒しきれれば問題ないんだよな、正直。そう、3トリガーで倒しきれれば、まあ、言うて 0.12 秒の弱体化なんで、まあ、0.12 秒だったら全然って思うんだけど、これのやべえところが、外せば外すほどどん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 タイムラグというか、弱体化を受けるんだよね。そう、0.04 ってのがどんどん加算されていくの。だから例えば5トリガーかかったら 0.2 秒増えちゃうし。まあ当たり前だよね。そうで、なんだリロードとか挟んじゃったらさ、もうなんか、ねえっていう感じな性能ではあるんですよ。まあでもやっぱプラウラーは腰打ち精度の弱体化を受けてはいるんだけど、でも、やっぱダメージ量がすごすぎる。525だっけ？サブマシンガンではありえないダメージ数出せるんで、そういうところはマジで優秀だなとは感じるんだけど、やっぱさっきも言った通り、このディレイが怖い。ちょっとでもこう外しちゃった日には、もう4トリガーで倒さないといけなくなっちゃうんで、0.16 秒。で、なんならこう、倒しちゃった。倒しちゃったけど、また外してしまったらね、また、増えるんですよ、弱体化が。とか考えていくと、S ランクにはなれないかなって感じがしましたね。そう、使い勝手が悪い。で、しかも、弾速、重力の影響を受けやすくなったってこともあって、当てづらい、普通に。そう、前みたいにもう撃ったら当たるじゃなくって、ちょっと気になるかなって感じがしますね。悪くはないんだけど、うん。ちょっと気になる、かな。弱くはないんだけど、最強ではないって感じがします。だから俺 A ランクに入れますね。そう、悪くはないんだよ、マジで。レーザーサイトレベル3とかのついたら。でもレベル3ついても、前の青レーザーサイトぐらいの確か倍率になっちゃってるんで、そういうところも難しいかな。ちょっとね、腰打ちの弱体化もちょっと受けてるんで。そうだよね、これだったら前だったら多分当たってたから。そういうところを考えると、S ランクになれないかなって感じはします。次、G7 スカウト。
こいつ強いね。A ランクです。S ランクではないけど A ランク。まあやっぱ弾持ちが悪いから A ランクなんだけど、一発32ダメージ。で、アーマーも敵が弱いんで、敵のアーマーが本当に弱くなったんで、初動とかで使ったら5発で死ぬし、青だったら6発か7発 ?7 発かな倒せるしとか考えていくとかなり強いね。まあ本当はこいつ33ダメージだったらね、6発でアワーマーを殺せるから、本当はそうであってほしいんだけど、まあやっぱ運営さんも分かってますね。ちゃんと32ダメージっていう、なかなかね、微妙に数値してるんですよ。素晴らしい。で、何よりね、やっぱ腰打ち精度が若干いい。悪くはないって感じかな。と、2丁目として持つ武器としては、まあ、戦えなくはない武器なんで、まあこれもやっぱつなぎかなって感じはします。最強ではないって感じか。ちょっとね、やっと一発足りなかったってのが結構多くなった感じはしますね、でも。でも、アーマーが弱いんで、倒しやすくはなってる。で、虐待かけてないんでね、G7 自体は。だからこいつぐらいかな、ダメージ数とか、あんま影響を受けてないのは。なので、こいつを持つのはありです。めちゃくちゃ強いです。ぐらいかな。A ランクはこんなもんか？他になんかあったっけ？ああ、キネルも強いんだよな。まあ、俺、序盤だけなんだけど、この A ランクって評価は。正直、中盤、終盤になってくるとあんまりなんだけど、中盤じゃねえか、終盤か。中盤あたりはちょっと難しいかなって感じがするんだけど、中盤までだね。青アーマー。なんなら白アーマーの時やばい。まず、白相手だったら、ヘッドショットで158入るんですよ。白ヘルだったりするとね。だから、序盤でチャージしてワンパンで殺せる。そう、なんか、クレーバーだよね。完全に。そう、ガチの初動ファイトとかで拾うと、マジでワンパンで殺せることがあるんで、おすすめです。強い。で、プラスその中盤、相手が青アーマーから紫アーマーになってくるあたりなんだけど、青は、175なんで、こいつ88入るんですよ。チャージすると。だから、176かな、2発で。殺せるんだよね。2発で殺せる。だから、序中まではセンチネルはマジで強いです。全然持っていいと思います。俺前はね、あんまりね、持たなくていいじゃんと思ってたんだけど、序中盤はマジで強くなった。チャージして、ちょっとチャージするか。チャージして、で、相手のシールドが、青だったりすると、胴体で倒せる。で、なんなら、ノーマルだったりすると、ヘッドショットでワンパーンっていうね、すごい強い武器なんでね。そう、ここはありだね。まあだから、これもつなぎなんだけど、序中までは、マジで持っとくと強いかなと思える武器にはなりました。そう、まさかね、やっぱ防具の弱体化とかでよって、今まであんまり使われていなかったっていうのかな。まあ、使ってる人はいたかもしれないけど、全員が全員使ってるって武器ではなかったってのは多分わかると思うんで、そういう武器たちが結構上がってきてるかなって感じはします。で、次は、A ランクは、あったあった。フラットラインも強いんだよな。こいつは18ダメージなんですけど、一発がね。これって何がやばいって、まあ、さっき言った通り、序中盤は青アーマーぐらいしかいないんで、まあ、10発で死ぬんだよね。10発。本当にね、18ダメージってのがなかなかお化け。ヘッドショット入ったら25だもんね。25って言うと、7発ぐらい死ぬかな。7、14、15、35だから、そうだね。7発ぐらいで死ぬんで、マジで序中盤にかけては、マジで優秀になった武器だなって感じはします。ヘムロックのつなぎとかで持ってもいいかもしんないな。フラットライン、リピーター、ヘムロックみたいな順番で持ってもいいかもしんない。っていう武器にはなりましたね。面白いよな。アーマーの弱体化するだけで、こういう風になるんだ、じゃないけどさ、びっくりだよね。いろいろ変わりましたね。で、次は、オルタネーターかな。オルタネーター強いね。ディスラプター弾。まあ、アーマーが弱くなったんで、ディスラプターの影響はそんなに受けなくなったんだけど、まあ、やっぱ純粋に、マガジン火力が400いくつかあるんで、オルタネーター自体。だから、プラウラーとかと比べるとちょっと微妙かなとは思うんだけど、ちゃんと敵解けますね。こんな感じで。しかもやっぱ使い勝手がいい。使いやすい。で、こう、相手のアーマーが弱いってことは、まあ、秒でシールド割れるってことなんで、で、肉に入れば、なんだっけ、エムパンチって言うんだっけ、エムパンチ。画面がガクガク揺れ始めるんで、相手があんま当ててこないんですよ。赤アーマーとか来るとね、ちょっと難しいかなっていう感じのキルタイムではあるんだけど、そうじゃなかった場合、一瞬で肉に持っていけるんで、悪くないね。もう初動とかでディスラプターオルタ拾ったらもう負けないみたいな感じはするから、A ランクです。かなり強くなりましたね。赤アーマーしかいなかったみたいな、なんならそのレプリケーターで赤にしてくるみたいなやつがいたときは、
まあ強かったよ、ディスラプター弾は強かったんだけど、でもやっぱり救急とかの方がすごい魅力的だったんで、こんなもんかな。でもうん、いや B ランクやっていきましょう。 B ランクはRE45 かな、 RE45 マジって思うかもしれない。そう、結構これね今強いって言われてるんだけど、まずハンマーポイント弾っていうのが肉に入れないといけないんだよな。肉、うん、肉ダメージ入れないといけないし、まあそのハンマーポイントが必要なんだよね。まあだからオルタネーターでも同じこと言えるから、 A ランクの一番最終版ぐらいなんだけど、まず肉に入れないといけないし、プラスね、その金アタッチメントが必要なんですよ。だからやっぱそこが評価下がってっちゃうかなって感じはします。確かにハンマーポイントついたら強いんだよな、強いんだけど、まあね、本当に拾いづらい。そう、絶対拾えるかって言ったら難しいじゃないですか。だから拾わなくても戦える武器っていうと、まあプラウラーとかさ、そっちら辺の武器になってくるんですよ。フラットラインとか、うん、まああったら使ってもいいかなって感じはするんだけど、実際やっぱ一発16ダメージでなかなかのキルタイムだからね。やっぱね、あとね、マガジン火力が低いんで、確か300ダメージぐらいだったかな、25の。そうだよな、本当にね、ハンマーポイントついてもそんなもんなんで、ちょっとね、ソロランクで持つ分には恐ろしいかなって感じがします。ソロはマジで自分で倒さないといけないってことが多いんですよ。あんまり味方に頼ってると結構きついかなって感じはする。それがソロランクなんで、まあ俺もね結構ね、うおーマジか、あゼロダメージ、まあいいかって言ってるんだけど、まあそのまあいいかって言える人は多分あんまいないんで、そう、俺ぐらいだと思う。なんでそういう、だからそのなんか、ってお前ふざけんなよって、そのふざけんなよまで いかないようにするために4は持たないべきなのかなとは思います。強いんだよ、強いんだけど、ソロだと多分なんで倒してくんねんだよって多分言っちゃうと思うよっていう。俺は倒してくんなくても、おあ、まあいいか、マジまあいいかっていう、そのまあいいかっていう魔法の言葉を言うことによって、全てを無にするっていう最強スキルなんだけど、それはできる人って多分あんまりいないんで、ってなると、なるべくマガジン火力があってキルタイムも悪くないっていう武器たちを選択した方が俺はいいんじゃないかなと思います。やっぱゲームはね、楽しむべきなんで、楽しまねえと、ゲームやる意味ないと。ガチでそう苦しみながらゲームやってもね、ダメよっていう話なんで、そうなるべく俺はこれを使わねえとダメなんだとかはやめましょうって感じですね。俺はエルスターだって、エルスターシュンシュンだけど、使ってなかったしな全然使ってなかったしな、これ。まあ使ってなかったんで、俺世界1位らしいんだけどね、エルスター。びっくりだね。そう、久しぶりに使ってトラッカーサイト見たら俺世界1位だったわでもそういう感じなんで、なるべく楽しむ方向性でいきましょう。だから4号はちょっとストレス溜まっちゃうことが多いんじゃないかなって感じはするんで、なるべく持たない方がいいかなって感じはします。で次、救急か、あ、救急 C か、まあでもまあいいか。救急はね、ちょっとね、反動がやばくなった。ちょっと今は使わなくていいだろうって感じしますね。だから横反動、縦反動とかが結構えげつなくなったのと、マガジン火力も286だったかなっていう、なんかもう終わってるちょっと終わってるっていう武器になっちゃったんで。そうだって、バレルなくなってから結構扱いづらくなったのにさ、それプラスだからね、それプラスちょっと厚づらくなっちゃったってこともあるんで、救急は俺あんまり持たなくていいかなって感じはします。手術精度もね、レーザーサイトレベル3が弱体化入っちゃったんで、レベル3っていうかレベル1、2、3が1、2、3全部弱体化入っちゃったんで、手術精度もあんまり期待できなくなっちゃったから、そういうところを考えると持つ必要はないかなって感じはします。まあ気持ちいいんだけど塗ってて、だけどへーっていう文句が出始めちゃうんだったらやめた方がいいよって感じはしますね。で、カーも同じかな。カーは、まあそもそもレーザーサイトの影響は受けてないんだけど、ああ、まあでも、救急持つんだったらカーなのかな。反動弱体がこいつ受けてねえよな。まあでもサブマシンガンそのものがデジタルスレッドが乗んなくなってしまったので、そこまで無理して持つ必要がなくなったんですよね。そんなに無理しなくてよくなった。実際カー自体の補修精度は悪くはないから、使っててもいいかなって思える武器なんだけど、それデジタルスレッドが乗んないっていう時点でわざわざ持つ必要はないかなって感じはします。悪くはないんだけどね、なんかスキンも着てかっこいいなっていう思える武器が多くなったんで。なんだけどだよな、なんだけど俺は他武器を持つ方がいいんじゃないかなって感じはしますね。次はボルト、ボルト、ボルトあれかな、救急より強いかもしんねえな。今は390だっけ、結構ダメージ量も高いんで悪くはねえか。正直 BJ って A ランク入れてもいいかもっていう性能ではあるな。
まあでもデジタルスレッドもなくなっちゃったしな。しかもソロはな、一人戦うゲームだからな、基本的に味方の連携とか期待したら死ぬっていうゲームなんで、なるべくマガジン火力高い武器を選択していきたいよな。まあ、そう考えるとちょっと微妙かなって感じがしますね。普通強くはねえかな。デジタルスレッドも乗んなくなっちゃったし、まあ俺はあくまでもやっぱソロでって話なんで、そう今俺がダイヤ2に上がりかけてるんですけど、まあその中でやっぱなるべく高火力武器持った方が安定するっていう場面がめちゃくちゃ多かったから、そう考えると、まあ、俺はもう追求ないのかなって感じはします。まあ、つなげの人はありかな、うん、とりあえず持っとくってのはありだと思いますね。あとはリボーションもダメだね。弱くはね、相手のアーマーも弱くなったし、弱くはねえんだけど、まあ結構反動も難しいと。で、あと足の速度が遅くて、プラスその呼吸精度もそんなに高くないんだよね、エルスターとかと比べると。この距離感ぐらい、まあ、ちょっと、打ち合いはするけど、みたいな。これ使うんだったら俺は他武器でいいんじゃないかって感じはしちゃいますね。うん。ターボチャージは必須だしね。ハボックとかは頑張ってディレイ消そうとも消せるんだけど、こいつはディレイ消そうするとどうしてもやっぱ十何発打ち込んじゃうっていう最初の前があって、やっぱマガジン火力が500とかになっちゃうのかな、あの最初の十何発打っちゃうととか考えるとちょっと微妙かなっていう武器ではあります。ソロで持つ武器ではねえな。次、ショットガン三人衆だね。マスティフ、ピーキー、モザンビークなんだけど、これもね、俺はちょっと持たなくていいんじゃないかなって感じはしますね。もうそもそもエヴァ8とかと違って、この一発一発撃つときのこの、なんだろう、タイムラグじゃないけどさ、まあ、ガチの序盤、初動ファイトはマジで、2パンで殺せる、なんだけど、そこぐらいかな。わざわざ最終盤まで持っていく必要はないかなって感じはするな。まあ、まだショットガンゲーではない感じはする。こいつが100ダメージとかになったらね、もう最強なんだけどね。紫アーマー2パントだったらもう神なんだけど。ちょっと持つ必要はないかなーって感じはしますね。で、チャージライフルかな、次は。これ。まあ、昔は俺 C ランク言ってたんだけど、B ランクですね。まあ、やっぱ頭に当てた時のね、170近く出るんだけど、これ、遠いとね。遠くなれば遠くなるほど火力が出るっていう面白い仕様なんだけど、これがね、なかなかすごい。79。そう、離れれば離れるほど火力が出るっていうやつなんだけど、今のアーマーの弱さとか考えると、ほら、これだったら青アーマーワンパンで殺せるんで、あ、ドリーム、夢がある。そう。だから A ランクにはならないんだけど、もう別に、あの最初持っといてぶっ殺すようになんか使うのは悪くないのかなとは思いますね。俺も結構だからそのストポとかのさ、どこだっけあれ、なんか発射場みたいなところあったよね、確か。発射場のなんかジップラインで上登ると結構スナイパーがめっちゃ落ちてるみたいなところがあるんだけど、そこにチャージライフル落ちたりすると、あのレプリケーター読んだやつにワンパンでぶっ殺すとかやってたからね。結構面白いけど、まあ絶対持つべきかって言ったらそんなことはないかなっていう武器ではあります。これもね、あとは終わりかな。 B ランク、ちょっと待ってね、俺が忘れてる武器なんかなかったっけ。あ、ランページか。ランページはね、まあアーマー弱くなって弱くはないっていう感じはすごいするんだよ。まあ、毎回そう、アーマーが弱くなってっていう話はさせてもらうんだけど、マジでそのアーマーってマジで大事なんよ。そう、アーマーのだからその育ち具合で武器の性能というか、あ、これ持ってもいいんじゃないっていう武器はあるんだけど、まあ、こいつが、まあ、一発26ダメージでめちゃくちゃ強くねって思うんだけどさ、こいつの弱点がマジであって、何かって言ったらなんかさ、やばいのよ。わかるかな、このわかる、揺れすぎじゃないっていう感じなんですよね。下にこれブレてんのか、逆に下、これ下にブレてる、上じゃなくって、もしかしてなんかすごいなんか違和感ある反動があって、これがなんか使っててね、なんか、ん?ってなる。なんだこれみたいな。あ、俺あったわ、まだ。サンマリススピファだ。まだあったわ。なんか、そうね、ランページ、むずいね。で、スピファも B かな。その、弱くはね、全部そう。で、まあ、
なんだろう、前と違ってバレルも少なくなったんで、あ、使いやすいフラットラインって感じなイメージはあるんだけど、あるんだけどなんだよね。玉持ちが悪い。うん、なんかもうなくなってる玉が消滅してるわ。弱くはないんだよねこれもね。でこれ持つんだったらちょっとなんか G7 とか持った方が安定するのかなって思います。一発一発に威力が違いすぎる。301もそうだね。301もあの使い勝手はすごく良かった。うん、やっぱそのなんだろう、アーマーの弱体化のおかげでダメージが少ない武器が結構ね上に上がってこれる環境にはなったんだけど、でもねちょっとヘムロックとかが火力ありすぎんのよな普通に。そう、火力が高すぎる。でだからわざわざこいつを持つ必要ないかなって感じはしますね。やっぱ301撃たれてもあんま怖くねえしな。そう、あんまり、おお、びっくりしたーっていう場面は少ない。やっぱフラットラインとかハボックとか、ネメシス、ヘムロック、この4強あたり撃たれるとびっくりしたーっつって死んじゃうことあるんで、そういう武器ではあるから、そこら辺がちょっと、やっぱ強いかなと思える武器で、ここら辺はまだちょっとライト環境ではないなと思います。しかもライトアームを持ってる人があんまいないんで、あの拾えない、そもそも。だからもしかしたら、全員が301使い始めたら強いかもしれないね。だけど、やっぱその、弾消費の割には拾えないっていう弱点がある。かなぁ。で、C ランクはこいつだけかな。前は結構いろいろあったんだけど、今は P20 ぐらいかな。うん。あ、マジ序盤だよね。ガチ序盤では一発18ダメージで、白アーマー殺せる可能性はあるんだけど、まあ、それぐらい。あんまり持たなくていいかなって感じがしますね。こんなもんでしょう。はい。終わります。ということで、今回がシーズン20の武器ランキングだったんですけど、まあ始まってまだ間もないというか、6日間ぐらい、1週間経ったか、そろそろ。1週間ぐらい経ったかもしれないんだけど、もしかしたらまた評価変わってくるかもしれないです。とりあえず今言ったのは、今使ってる武器たちの中ではこれかなっていう武器なんで、そう、また動画上げると思います。とりあえず今参考にできる感じかな。はい、ではでは、見てくれた方ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知をオンにしていただけると嬉しいです。Twitch と YouTube で毎日同時配信していますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。お疲れ様です。じゃ、またねー。お疲れ様です。じゃ、またねー。